うわ。笑ってる。どうした？頭、何やってんだよ、あんた。俺の知ってる沢城城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ、うん、たとえ若の命令でもな。どんな理由があってもバラカーのおやつさんを、おやつさんを殺すなってこと。殺したないと思うけど、沢城は。俺には若の命令が絶対なんだ。沢城が殺したの？あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやつさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは、そうだね、俺じゃねえ。よかった。でも俺のことが目覚めて若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。されたんだ。若の命令に逆らってのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭もおやさんのこと。違う、極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。何？どういうことですか？俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった、うん、あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に飽きくれてた、うん、金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった、うん、そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた、うん、そして彼女が俺のガキをはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた、うん、どうすんだよおい。俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと、俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった、うん、でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった、うん、俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい、うん、どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから待って、ちょっと、そんなことある？嘘。え、地獄に落ちちゃうね、私たち。絶対に。今更なんだよ。俺はもう全部忘れた。
いやー、寒い。早く帰ろうぜ。やっぱり私、戻る。ふざけんな、もういいだろう。忘れろよ。やだよ、戻らなきゃ。おい、よせって。離して。くそ。開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいたの？でもなんで？ほら、ほら、ここ。でも、よかったんじゃねえか？あいつが面倒見てくれるって何だか知んねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。おいおい、大丈夫か？しっかりしろ。どけ。じゃあ、あんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川雅人。ああ、若だ。若は、あんたの息子。お前も親父に聞かされたんだろ。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたこと。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも、荒川真澄は、親父は、神室町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。おお、あの男は確か。ん？あの子供は？その日から俺は、その男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ。それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで、なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに、僕だけなんで？その言葉は、それから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえったな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら
飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた、若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。ん？聞きたいこと？何ですか？さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか？肝心なとこ？親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこに行った？そうだな。嘘だ。そういや。親父の女は名前を茜さんと言って、そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな、うん、あの大晦日の夜、茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ、桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日、その場所で生まれたって男がいたな。まさか、それじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。え？どけ！え？騒ぎが収まった後も俺と彼女はずっと動き出せずにいた、うん、死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか、うん、泣き声で気づいたにしても誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか、安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった、うん、でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの。わかんねえ。まさかこれか。いいね。え、隣。あ、言いました。店長、いました、ここです。いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。ああ、嘘、赤ちゃんがもう一人。どうすんです、警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子
大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違い。なんてこった。ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長、春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。青龍会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも。なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断った。うん、その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも、もはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと。頭、おやっさんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰がおやっさんを。確証はねえが頭補佐の石尾だかもな。やつが今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ、あの野郎が。おやっさんを探しろ。おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、うん、真っ当に罪を償え。真っ当にか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。わっ、捕まった。그거믿을만한정보맞아그렇군혹시또뭐나오면연락해どうした星野会長が狙われているとそう教えてくれた匿名のタレコミですが、うん、ネタ元はどうも沢城本人だったようです、何なんで沢城が自分からバラしたんだ。つまり沢城は星野会長を殺したくはなかったんでしょう。急いできたけど彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。
が、あなたに直接それを伝えれば、はっきり青木亮を裏切ることになる。ですから、匿名で情報を流し、星野会長が殺される前に、あなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも、私たちは間に合わなかった。いつも無茶なことばかり言いやがるんだ。あんたは。頭。伝承。何を今さら、何の伝承だ。伝承。お、戻ってきた。その時になって、やっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。そんな隣なんだろう。お前は荒川真澄の息子だ。40年前の大晦日、あがりな。そうだよね、気づいてたんじゃない。あいつが赤ん坊を産んでる場所は。気づいてたろ、もう。桃源郷なんだ。まさかがそうで、そのわけねえのよ。もしかして大家さんは、ずっと俺を自分の息子だと。おやさん、くそ、どうして。な、何、なんだよ急に。みんなお前のことを心配して。話をつける。え、誰と。青木亮と話をつける。話つけるってどうやって。だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。ああ、久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃないか。事務所、白陵ビルか。今から行くぜ。大丈夫。おお、分かった。俺らもう行くからよ。早い。なんかいるよ。いっぱいいるな。こっちにも。あれ、もう戦ってる。どうしたこれ。あ、ちょうど呼び行こうと思ってた。なるほど。近江連合の皆さんです。名乗るつもりはないようですがね。連中、こっちを見てるだけだ。そうなんだけどさ、ただどんどん数が増えていくんだよね。おお。何はともあれ、俺らが気に入らねえってとこか。そいつ、お互い様だな。おい、出かけるんだ。邪魔しねえでくれよ。はっ、そこにいたいんなら勝手にしろ。俺らは行かせてもらうぜ。
はっ、いいね。もう細けえ理屈はいらねえようだな。なら遠慮しねえでかかってこいや。いっぱいいる。いきなり急に戦う。私の番。そうだね。あ、もう強いな。なめんなよ。あ、強いね。もう終わりじゃない、サテライトレーザーでいいんじゃない、こう多い、こういうからね、うん、でも打たれはあかんね、まあメロメロ台風で攻めれんじゃない、いやメロメロになっちゃえ、やめやめよ、そう、それはじゃああれだよな、荒川も指落とすよな、そうだな、でヤクザにならないように無視するよな、どこからついたんだろうな、私が相手で、なめんなよ、どうしたんや、でもだって言うてあれじゃないよ、低体温症のさ検査とかさ、そういうので病院行った時点で気づいてんじゃないの、サテライトレーザーしちゃうぞ、あいつだけ入ってないな、本場だけ消えたからね、スキップ、ごっそり、でもまだ残ってる、残ってんだよ、これや、さてしてみろ、また本気でやった、私の、舐めないでくれよ、私が相手を舐めんなよ、でもちゃんと育てたって、皆さん、よし、行こう、やってるこないとさ、そうだね、いいね、あさあボッコボコじゃん、やるか、私の番、やっつけた、おい、うん、陽一番、この先もこんな風に近江の連中相手にすんのか、連中相手にすんのかか、キリがねえぞ、ああ今の俺は殴られんのも気分がいいんだ、余計なこと考えねえで前に進めるんなら構わねえってもんよ、なるほど、わかったよ、ならこの勢いで久米んとこ乗り込むか、へっ、選挙の立候補者が物理的に敵陣に殴り込みとはね、これが真っ当な選挙ならおやっさんだって星野会長だって殺されてねえはずだ、まあ確かにな、じゃあ行くか、いや一回じゃあここで切るかな、どうなんだろうね、切るのかね、切るかな、さっきのところで切ってんじゃないの、さっきのところで切る、もうつなげちゃう、つなげてつなげて今ここで切っちゃおうかなと思って、あ、なるほど、じゃあ切るか、うん、うん、はい、それでは今回の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございます、コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです、では次の動画でお会いしましょう、またね、バイバーイ。